こんにちは。グレイス恵子のハッピー TV ショーにようこそ。はい、皆さんいよいよですね、これから、夏至に向かっていく、ところなんですけれども、夏至の前っていうのはですね、だいたいこう、自分自身のですね、体調とか、そして心の状態、そして、自分の人生が次のステージについてですね、いろんな、まあ、宇宙からの、そしてまた皆さんのハイヤーセルフからのメッセージが来ていると思うんですけれども、あなたには、どんなですね、情報が、来ているでしょうか。まず自分の周りにいる人からのメッセージであったり、他のスピリチュアルティーチャーの方々のメッセージであったりね。でちょっとここではですね、自分自身がやはり自分軸を持って、たくさんのメッセージをですね、自分の今とちゃんと照らし合わせて、じゃあ、このいろんな人のメッセージ、そしてまた自分の中から湧き上がっている、まあ、メッセージというものをちゃんと統合したりとかですね、識別していくっていうことがすごく大事な時期かなと思います。いろんな、情報を、自分自身の中に取り込むことの前に、もう少しですね、自分自身の、状態を整えておくということがすごく大事な時なんですね。そして、いよいよその自分軸を持ってどんな風に、この、自分の内側からの情報、そして外の、あなたが本当にこれだと思う情報を取り込んで夏至の、準備をしていけばいいと思うんですね。じゃあ何その夏至はということがよく言われていますけれども、春夏春冬、この四季折々の中でですね、春分、そして夏至、秋分、冬至というこの、4つのこの、流れの中でですね、これ地球の再三運動というんですけれども、太陽の光が、地球に向けてこう光と影を、こう表していますけれども、太陽が照らしているこの夏至というのは最も光が一日で長い時間です。その時というのはですね、本当に、源から、そしてすごく多次元な、領域からですね、ポータル入り口ですね、光の入り口が開いてですね、この地球に向かって、地球の進化と人類の進化のためのギフトのエネルギーがやってくるわけですね。一言で言うとこの宇宙からの祝福とか言われるわけなんですけれども、この時期ですね、すごくそういう意味で自分自身の心も体もマインドもバランスを整えて、この地球とつながってその、祝福のエネルギーを受け取る準備をすることがすごく重要なんです。アンバランスの中でこのパワフルな、周波数を、受け取ったらですね、自分自身が一番意識が向けているところにそのエネルギーが注がれてしまって、例えばですね、自分が何かに枯渇している、愛に枯渇している、経済的に枯渇しているというような、そういう意識で夏至を迎えるとどうなるかというところは、皆さんもこれでわかると思いますけど、そこに光を当てたら、それがあなたが体験したいこと、この地球上でということは、そしたら枯渇した状況、欠乏の状況が広がっていくわけですよ。なのでバランス、引いてはちゃんと自分自身の中で光と影のバランスとかですね、光と影の、闇の統合を、成し遂げて、この光の、祝福を受けた時に何が起こるかというと、実際に自分の、ハイヤーセルフと一つになった、この魂がこの時代にあなたが体験するということにフォーカスされて、その次のステージへと運ばれていく。で、私は本当に皆さんにそんなようなチャンスを受け取ってもらいたいと思っています。じゃあそのチャンスを受け取るために夏至の前にやっておくことっていうのはですね、一つ目は、どんな時でもですね、夏至とは限らずですね、丹田、は3つあるんですけれどもね、下丹田、中丹田、上丹田、チャクラでいくとですね、第2チャクラ、そして、第4ハートチャクラですね、で第3の目がある第6チャクラですね、この、部分のですね、光を取り込んで、
自分がグラウンディングしてバランスを整えていくことをお勧めしています。でまずグラウンディングするしてその3つのこの、鍛錬を、エネルギーを満たして、自分の中心軸を感じていただくということをしていただきたいんですね。まず、ちょっと実習しておきたいなと思います。足の裏ですね、意識を向けてください。でぴったりとあなたの足の裏がですね、吸盤のように、床についていますか。吸盤のようにちょっと吸盤をイメージしてピタッってつけておいてください。はい、そしてあなたの足の裏からですね、まあ放射しているエネルギーがあるんですけれども、黄金の光をあなたの足の裏からまっすぐ地球の中心に伸ばしてください。地球の中心にあるこの、次元上昇を決めたこのガイアの生命エネルギーがあります。その部分をスタークリスタルと言います。そのガイアの生命エネルギーはもう5次元シフトを決めて、エネルギーをこう本当に5次元化しているわけですね。それに、まあ、グラウンディングをしてこのゴールドの光を送ってください。あなたの足の裏から。そしたら、中心に届いたらですね、今度はガイアのエネルギーを取り込みます。ガイアのエネルギーって言えばもう赤とかです。ゴールデンレッドがイメージされます。はい、いいですね。ゴールデンレッドがこう今度は流れてきます。そうすると足の裏から今度はあなたのゴールドとゴールデンレッドのエネルギーが、体に流れてきます。足の裏の中心からまっすぐ上がってきて、あなたの第一チャクラに注がれていきます。そして自動的にもうこの第二チャクラへと、そして第三チャクラへと、そしてハートチャクラへと、そして第五喉の第四チャクラ、ハートチャクラですね、で喉のチャクラ、そして第六チャクラ、第7チャクラへと自然にあなたの呼吸で流れていきますので、それをちょっとね深い呼吸とともに、受け取ってください。でふーってさらにあなたの中心軸ですね、バランスを整える3つのこの鍛錬が鍵となります。3つの鍛錬では第2チャクラの下鍛錬、ここにですね もっと自分のエネルギーを取り込んでください。ゴールドのエネルギーをイメージしてあなたの下丹田に、よかったら両手をですねこの下丹田第二チャクラのところに、両手を置いて、左下でもいいですか、右下でもいいです、重ね合わせてここに気を集めます。ゴールドのエネルギーです。ゆったり深い呼吸をして溜め込んでください。そしてここで下丹田が、活発になってですね、深い呼吸であなたの下腹部で自分の中心をもっと感じてください。そして今度はハート、この第四チャクラにもこうやって手を重ね合わせてゴールドの光をここに集めます。自然に、地球の生命エネルギーも全てのチャクラに流されて、あなたの生命エネルギーとともに融合する中、特に、3つの鍛錬にフォーカスをし、エネルギーを満たし活性化し、あなたの中心軸を感じます。はい、そして次は上鍛錬、第6チャクラのところです。そしてゴールドの光をここに集めます。はい、十分にエネルギーが溜まって、今度は、こうやってですね自分の中心軸を、感じ取るために合掌して、こう下に向けて自分の中心にて、すべての、あなたの陰陽のバランスを整える。
私は私です。このように伝えてみてください。私はハイヤーセルフと一つとなって、私の光と影のバランスを保ち、私の光と闇の統合し、今ここにいます。このように伝えたら、あなた自身がどのように内側で感じているかを少し体験してください。あなたの内側からあなたの神聖なパワーが満たされていき、そして自分軸を持った感覚を思い出してみましょう。はい、今日のですね、スピリチュアルリアルレッスンが、このようにですね、夏至の準備の、ことについて話させていただきました。これからもですね、スピリチュアル教育 YouTuber としてですね、グレイス恵子のハッピー TV ショーを続けていこうと思います。あなたにとって、今日もですね、素敵な、愛に満ちた、バランスのある一日になることを祈ってます。ご視聴いただきありがとうございました。